皆さんこんばんは。安芸高田市長の石丸真二です。本日も安芸高田ミートアップオンラインにご参加くださいまして、誠にありがとうございます。いやー、寒いですね、最近。この一週間、かなり全国的に冷え込んだんじゃないでしょうか。と言いながら実は僕、出張に出てたので、3日前、2日前ぐらいまで、はい。寒波を実は東京でやり過ごしました。東京は大したことなかったですね。うん。秋田方の方だと雪も結構積もったみたいなんですけど、東京は天気は良かったですね、むしろ。うん。あ、じゃあちょっと近況の報告をしてみますと、東京に出張に行くとですね、おそらくこの日本一の効果かなと思うんですが、以前にも増してめちゃくちゃ話しかけてもらうようになりました。はい。前もお話ししたと思うんですけど、全然嫌じゃないです。プライベートのところすいませんとかって言ってくださるのもあるんですけど、はい。私が東京行ってる時点で、まずそれ仕事で行ってますんで、はい。全然大丈夫です。写真撮るのとかも全く OK です。ただ、僕、寿司三昧好きなんですよ。もうね。寿司の中でも、寿司三昧が、コスパ最強じゃないかなという、寿司三昧最強説を勝手に唱えてるんですけど、この前行ったんですよ。新橋の寿司三昧にね。そしたら、駅から寿司三昧までの間に、3組ぐらいにね、話しかけてもらって、ね、寿司三昧入るじゃないですか。そしたら、お店の方もなんか気づいてくださったみたいで、でもそこはね、さすが、ああいう場所の店員の方だなと思いました。何かというと、もう最後の最後です。あ、ごちそうさまです。お会計お願いしますって言った時に、お客様、ところで広島からお越しですかっていうふうに。ね、カウンター座ってて、横にもお客さん、他のお客さんいらっしゃるので、僕にだけ通じる符号で、石丸市長ですよねというのを聞いてくださって、ああ、そうですって言ったら、広島見ますって言ってくださって、はい。レジの方にもそんな風に話しかけていただきました。と思ったら、寿司三昧出た瞬間に、なんか他のお客さんで、なんか気づいてくださった方もいたのかな。出た瞬間になんか後ろから追いかけてきてもらって握手を求められたんですけど、で、寿司三昧の自動ドアの前で握手してるのは、ちょっと恥ずかしかったですね。はい。でもね、寿司三昧、いい出会いの場になったなと思います。今日の一本をご紹介します。今日はですね、こちらです。神の雷、イカズチと書いて、信頼です。前回、上中のご案内をしたと思うんですけども、それを上流しているのが神石高原町という広島県内の町、町なんですね。そこに、確か唯一です。最後一つ残っている酒蔵が、この、三輪酒造さんですね。っていうのを、ここの入江さんという入江町長が教えてくださって、はい、これ結構気に入ってますね。で、ね、これ見ます？ライジングサン、ね、日の出朝日かな？うん。っていう、なんかこうね、新年1月の勢いにちょうどいいかなと思って選んでみました。このお酒は純米ですね。ざくっと言うと、昔ながらの作り方でアルコール発酵をさせた日本酒です。ね、酒米からこう発酵させてアルコールをお酒にするんですけども、その工程を昔ながらの、それこそ400年か何百年か前にできたその方法で作ったのがこの肝と作りです。なので、肝とというのもあっ
って、こう、なんだろう、芯があるというか、うん、しっかりした味わいになってます。どうかな？缶もいいかもしれないですね。はい。ぬる缶ぐらいでどうでしょうか。で、しっかりしてるんで、食中酒、ご飯食べながらもいけますし、チーズなんかもいいかもしれないですね。はい。おすすめです。神石高原町。神石ね、神が宿るという名前のね、高原。標高が高いんですよ。確か400メートルかぐらい、その、神石高原町の役場があるところでも標高が高いところで、そこで作られてる最後の酒蔵です。三輪酒造さん。ぜひ応援してあげてください。で、日本酒のね、酒蔵結構やっぱり今減ってるんですよね。今に始まった話じゃないんですが。なので、ぜひね、この良さを皆さんに、せっかく日本に生まれたからには、日本酒の良さを知っていただきたいな、なんて思ってます。ということで、心の綺麗な人には、水に見える、はい、飲み物で、今日も乾杯したいと思います。お疲れ様です。さて、じゃあちょっと今日もどしどしスパチャいただいてますので拝見しますと、あ、前原純子さん、私が根回ししないせいで前回の緊急遽配信された回見逃したすいませんね、いつも本当にありがとうございます。ナイスパ、赤スパありがとうございます。根回しね、すいません。事前の意見調整を全て否定してるわけではないんですが、はい、情報発信、情報の共有が、ちょっとつたなかった面があろうかと思います。失礼しました。あとは、あ、来た！とある PG のインデックスさん。今日もありがとうございます。で、このタイミングだったら僕もうまく拾いました。あ、リハック旅、ご覧いただけましたか？ん？有志団体、北森課長と語りたい。どんな会やねん。うん、有志ね、それ本人の許可得てくださいね。公務員も誤解されてる方もしかしたらあるかもしれないんですが、公務員も肖像権はありますよ。ただ一般の人よりかは限定されます。公の仕事に携わってるので、ただね、この動揺しちゃった。この語りたいはね、まず本人の許可をもらってください。何ちゅう団体を立ち上げようとしてるんですか。続きまして、もこさん、大阪ありがとうございます。大阪の好きなところ、大阪の好きなところ、いやなんかね、いっぱいあるんだけどな。なぜか今パッと思い出したのは、電車に乗った時の、なんか、おばちゃんのあの距離感。なんか知らない人に対しても、めっちゃゼロ距離にね、一気になるじゃないですか。ね、僕もアメちゃん本当もらったことありますよ。うん。あの人情味っていうんですかね。あれは一つの良さですね。はい。続いて、リラリラさん。市長のファンだよ。彼氏になってほしいね。41歳のおっさんですけど、大丈夫ですか？ 41 歳のおっさんって言ってね、この方が41歳だったら僕、なんとも失言ですね。はい。続いて、あ、デンマーククローネかな？ありがとうございます。うんうん。え、今、留学中の身なんですか？それはすごいな。うん。あ、うん。書籍がね、今、準備中なんですよ。本当に発行されるかどうか。うん、まだ定かじゃないぐらい、逼迫、切迫してるんですけど、はい、準備中です。電子書籍でも多分対応するんじゃないかなと思います。なんかそんな話をしてました。はい。出版社の方と。
デンマーククローニ、ありがとうございます。あ、そういえば、前回、シンガポールドルくださったね、方がいらっしゃったんですけど、どこかのコメントに、他の方が、他のシンガポールに住んでる方が、なんかこう、ご夫婦でご視聴くださってるみたいなんですけど、ね、他の人が先にシンドルをスパチャしちゃって、ね、あれ、なんて言った最初のシンガポールドルになれなかったじゃないかっていうので、ちょっと喧嘩になったっていうふうにコメントされてて、そこは喧嘩しなくてもいいポイントだと思います。ロンツさん、いつか井上咲楽さんと政治対談したら面白そう。してみたいですね。咲楽さんね、番組の中でも僕コメントしてるんですけど、すごいタレントの方だなと思いました。実際に会ってお話しして、で、あれ、僕まだ2本目見てないんですけど、載ってるかな、なんで政治に関心を持ったかっていうくだり載ってた？載ってなかった？あれがね、すごいなんか目のつけどころがシャープシャープな、はい、方でしたね。続いて新鍋さん、同じ大学出身の後輩です。ということは、兄弟で私より若いのかな？あなたのようになりたいです。なってみてください。でも、僕のようにというか、できることなら、ね、僕がやったことをこうね、踏み台にさらに高く飛び立ってほしいななんて勝手に思ってます。もちろん僕は僕で一生懸命全力でやってるんですけど、これが限界でもないと思いますよ、多分。ね、常に、またな、こう、新たな存在ってあると思うので、はい。ぜひぜひ、目線は高く、上を目指してみてください。あ、ピエトラさん、今日もありがとうございます。記者会見のサイン。見ました、これ。ね。ね、高田を指すときにこれ使ってみましたよ。うってつけのハンドサインでしたね。はい。続いて、椿バイオレットさん。あ、今日もありがとうございます。うん。春に広島旅行を計画しています。秋田方市でおすすめの喫茶店はありますか？おすすめの喫茶店は、リハックン旅に出てた、はい、喫茶稲田ですね。市役所の近くなんですよ。市役所から歩いても、まあ、5分ちょっとですけども、はい、商店街の中にひっそり、いや、全然ひっそりしないな、なんか、やたら存在感を出してるお店があるので、はい、ぜひ寄ってみてください。でもね、うちも本当に喫茶店で減っちゃいましたね、昔に比べて。飲食店自体が減ってますね、残念ながら。年内に、秋田方市内でカフェ開業計画中です。言った橋から来ましたね。ありがとうございます。それで、どんなカフェがお好み好きですか？漫画喫茶。漫画置いてください。いや、僕も実は、将来いつか、漫画喫茶を、喫茶店開きたいなっていう夢があるんですよ、一つ。死ぬまでに叶えたい夢が。で、ね、もう僕の好きな漫画を壁一面に並べて、もう1万か2万冊ぐらい埋め尽くして、お客さんと漫画の話をする。で、夜はバーにしてもいいんですけど、ね、なんかおすすめのお酒ありますかって言うじゃないですか。たときに、ね、まあ、お酒も勧めるんですけど、おすすめの漫画なんかありますかって言われて、ちなみに普段はどんな漫画をお読みなんですか。ね、まさにバーテンダーの方が、ね、ヒアリングされる感じで、で、あ、いつもは少女漫画とか多いんかな、まあ、女性のなんですけど、でもちょっと違うのも読んでみたいなと思います。ああ、そうですか。じゃあ、例えばスポーツとかはお好きですか？
あ、スポーツ、あ、まあ、やってたかな。あ、ちなみにどんなスポーツですか。中学校の時はバレー部で、あ、じゃあ、一ついいのをあげましょう。つって。ね、配球とか。で、ここで、ね、配球を僕がざっと説明して、あとは読ます、みたいな。そんな鬱陶しい漫画喫茶、流行らないですかね、はい。老若男女楽しめる。でもやっぱりおしゃれな場所ってみんな好きじゃないですか。はい。ね、ぜひ、うちに、秋田方市におしゃれな漫画喫茶、漫画喫茶じゃない、カフェ、できるのを楽しみにしてます。シーマンさん。うん。リハック拝見しました。綾瀬はるかさんから井上さくらさん推しになったということでいいでしょうか。え、どっちかしかダメなんですか。両方はなし、ダメ。いやー、これは選べないでしょう。ねえ、綾瀬はるかさんはちょっと捨てらんないですね。なので、ね、二人推しで、これ使うな。二人推しでお願いします。あと、徳島マラソンにエントリーしました。おっと、うん、楽しみですね。3月の20何日かな。はい。ね、ちょっともう暖かくなってる時期だと思います。頑張りましょう。田口一平さん、さりげなく見せたサインに座布団3枚をいただきました。タイガーさんかな。今度県外から市役所観光に行くので、リハックで予習していきます。ブロッコリー伝さん、なるほど。ブロッコリー伝さん、今は僕がいるので秋田方市が注目されてますが、退任後も継続して注目されるようにする施策はありますか。その一つがチャンネル登録20万人日本一というのはもちろん意識をしてました。まあもちろんね、あのチャンネル登録簡単に外せるので、でいつまでも続く保証はないんですが、ね、ただ登録しとくと勝手にね、新しい動画で通知が来ますよね。だから、あの、ちゃんと続いてコンテンツを作っていけば、まだまだ持つんじゃないかなと思い。0930XYZ、いつも楽しみにしてます。あ、高宮の温泉、湯の森っていうのがあるんですよ。そこで酒風呂に入ったと、酔っ払いになりませんでした。あの、お湯に浸かるぐらいだったら大丈夫だと思いますよ。ただ、あの、言ったことないかな。あの、定期的にお酒あそこ足すんですよ。あの、循環させてるんで、お湯をね。ろ過かしてるんで。お酒足すんで、一生瓶に、ね、あの、ドボ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 って。で、その時に入ってた、なんか、頭から日本酒かけてもらいます。で、当然それ、マジのお酒なんで、それはなんかね、あの、匂いだけでも酔っ払いそうになります。はい、ぜひ、酒浴びてください。シマンズさん、市長の等身大パネルを作って寄贈したいのですが、市役所に問い合わせていいですか。何ちゅう寄贈をご検討なんですか。ね、今、このリクエスト結構いただいているので、検討が始まったようです。はい。なので、寄贈、ちょっとお待ちください。はい。続報あれば、はい、お伝えしますので。続いて、MYS さん。ふるさと納税で多いお茶注文しました。あ、ありがとうございます。そうなんですよ。タリーズを作っている会社、タリーズのね、あの、缶コーヒー作ってる会社、もともと多いお茶を作ってた会社さんなんですね。なので、そこから、はい、つながりがあります。あとはなんだこれ。クリスタルさん。次は国政ですか？違います。ないですよ。はい、ビビマルさん。お、秋田方市行ってきましたと。なんと。秋田方焼きも食べたし、ゆずバターケーキ、新鮮な野菜も買ってくださった。そして市役所に行った。うん、僕はいなかった。だからいなかったんだろうな。はい。あ、総社マラソン応援に来てくださるんですか。ありがとうございます。もう
あと1ヶ月後ぐらいですね。楽しみにしてます。ちなみに僕、ソージャはハーフで申し込みました。はい。翌週東京マラソンも控えてるんで、フルを走ったら、ちょっと回復しきらないですね。1週間だと。なので、ハーフを、まあ、そこそこのペースで走りたいなと思ってます。はい。タカ23さん。秋田が私、ドライブ観光しました。重いな。あ、この方も、ゆずポン酢、バターケーキ、ジュース買ってくださったんですか。うん、ありがとうございます。パラレルワールドさん。北森課長に、市議選に立候補していただきたい。北森課長、押しすぎや。うん、ね。まあ、でもね、そうですね。なんか、ああいう方がね、こう芯があるというか、しっかりされてる。でも、なんだろう、こう、ソフトな、で人当たりの良さもお持ちなので、こんな感じの方が多分議員に向いてるんでしょうね。うん、